不思議なものが見つかるサイクルマウンテン。ボロイがうまい町中華の手洗いの蛇口のような形をしたものが見つかりました。手のひらサイズ。ずっと使っているカップがぴったり収まります。形は違いますが直火式エスプレッソマシンのようです。汚れを落とすために重曹で煮たらアルミ鍋のように真っ黒になりました。卵を茹でた時のように。黒ずんだ夜間でテストします。界面活性剤。汚れが取れています。どうしたんだお前。白くなりました。エスプレッソマシンの黒ずみは取れるのでしょうか。処理前はびくともしなかった黒ずみが軽くこすっただけで取れていきます。本体はムラとくすみが残りましたが、真鍮のパイプには光沢が出て綺麗になりました。コーヒーの豆くずを一晩漬け置きして器具をなじませます。硬化したパッキンは交換が必要です。パッキンとは水筒の付け忘れるとカバンの中がびしゃびしゃになるあれです。100均のシリコン素材を改造するつもりでしたが、サードパーティーに相当サイズの補修品があったので利用してみました。厚みが少しありますが同じサイズ。フィルターの向きに気をつけてぴったり収まりました。器具を湯通しして、すすいだら完成です。注意点のおさらいです。パッキンの状態が悪ければ交換します。安全弁の動作確認は、へそのポッチを押した時だけ水が出れば正常です。コーヒーを作りましょう。エスプレッソ用の粉がベストですが、深入り豆でも代用できます。ドリップ用の粉タイプだと目が荒いです。細引きもしっかりできるダイソーテリキネル。改造前に戻して極細で引きました。注目のタイムはギリ、悪くない仕上がりです。直火式エスプレッソマシンに用意したい道具です。ポットタイプと違ってコーヒーを受けるカップが必要です。2つあると濃さの調整ができて便利です。メモリがあると抽出量を測れます。あらかじめお湯を使うと時短にもなり、美味しくもなると思います。水の量は安全弁を超えると危険です。粉がこぼれない工夫です。丸めた紙でも大丈夫です。エスプレッソの作れる量はバスケットのサイズで固定されます。器具のサイズが何杯飲むかで決まるので購入時は注意です。このタンピングという作業、力加減がよくわかりません。親の仇で例えると城の仇ぐらいでしょうか。口についた粉は取り払ってパッキンが密着するようにします。パッキンは水を塗ると滑りが良くなります。親の仇でしっかり締めます。結構しっかり締めないと隙間から蒸気が漏れるので加減が難しいです。火は強火で抽出が始まったら弱火が個人的におすすめです。スチーム、オンザライン、蒸気の吹き出し線上に体を置かないように向きは必ずずらします。抽出が早いです。泡とともに蜂蜜が垂れるような理想の抽出にはほど遠いです。粉がまだ粗い、火量が少なくて圧力が低い感じです。およそ2杯分溜まったところで別のカップに取り替えて、残りの湯が抜け切るまで放置します。この時再加熱して粉の水分を飛ばしたり、スチームでカップを温めると片付けや準備が楽になります。とても良い香りが立ちごめてきました。2杯取りで 120cc、 少し多めです。ポットタイプの直火式ではこの調整が難しいと思います。美味しいです。抽出はあれでしたが、キリッとした苦さに力強い味わい。いつもと同じ豆とは思えないくらいずっと残り続ける濃厚な味に頭がクラクラしてきました。器具を冷却して抽出後の粉の様子を観察してみます。コルクみたいに固まっていて、押すと底が空洞なのかズボッと抜けました。スチームで脱水したのもあって、バスケットからボロッと出てきました。片付けがペーパードリップより楽です。弾力もあり、プロテインバーやソイバーを連想します。早めに分解して清潔にします。水洗いだけで OK です。さて、エスプレッソといえば砂糖をドバドバ入れて飲むのも美味しいですが、スーパーカドバニラエセル、ドバニラエセル、ドバニラエセル、ラクトアイス。蒸しパンを作ろう。アイスクリームにかけてアボカドにしました。溺れろコーヒーの海。いただきます。うまー。コーヒーはアイスの甘ったるさを消し、アイスクリームは苦すぎるエスプレッソ味を和らげる理想のコンビネーション。大人の味が作業の息抜きにもぴったり。カフェインが決まります。ごちそうさまでした。今日は直火式エスプレッソマシンの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。